アルクでジェネラルからお送りしております。フットボールを愛する皆さん、こんばんは。ジョン・カビラです。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りいたします。中西さん、よろしくお願いします。こんばんは、よろしくお願いします。インターナショナルリーグ第7節をお送りいたします。これが本日の対戦カードです。さあ、立ち上がり慎重に攻めたい。ワンツー、体を入れた。これが決まった。ゴール決まった。見事先制点を獲得しました。さあ、もう一度見てみましょう。蹴り込んだ。ドリブル、エリアの外から狙った。コーナーです。さあ、チャンス到来。さあ、ここからどう攻める。シュート、さあ、このまま攻め上がれるか。シュート、サンタクルス。シュート、ゴール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 、アンビリバブルゴール。容赦なく得点を重ねていきます。さあ、もう一度見て。これは危ない。スローイン。オフサイドにはならなかった。レクダル、サンタクルス、リベロス、リカルト・ロメス。スルー、中へ上げる、ボレーシュート、コーナーキックを得ました。さあ、チャンス到来。空中戦、ヘディング戦、ディフェンダーも必死です。コーナーキックです。さあ、チャンス到来。気をつけなければいけません。レオナルド戦、シュート、シュートミス。スタンドから吐息が漏れます。アマイージョ、オフサイドはない。アンゲラン、シュート、入った。ゴール、ブリリアントゴール。得点は3対0。さあ、もう一度見てみましょう。アンゲラン、ここで笛です。前半終了。
前半戦が終わったところで途中経過をお伝えします。得点は3対0。さあ中西さん、ここまでの試合どうご覧になっていますか？そうですね、攻撃ではもっと前線に溜めを作るようなプレーが欲しかったですね。はい、どうもありがとうございました。それではこの後の試合をお楽しみください。さあ後半戦キックオフです。いけいけドリブル、走り込んできた。ヘッドパス、エッゲン。後半10分が経過しました。シュート、キーパーこぼした。主審笛を吹いた。アマイージョ、おっとこれはイエローでしょう。悔やんでも悔やみきれない、痛恨のイエロー、次節出場停止になります。これはチームにとって大きな痛手になりますね。壁の選手が揉めているんでしょうか。リベロス、スローイン、スローインです。リカルト・ロナス、ガビロン。交代選手がウォーミングアップを始めたようです。プレーを切ります。エッゲン、リベロス、ヨンセン。おっとタックル、しかし流しています。カルドロ、折り返した。なんてアートだ。得点は3対1。さあもう、シュート、ガビロン、アンデルセン、ホイッスルが鳴りました。試合終了です。接戦をものにしました。さて中西さん、試合を振り返っていかがでしたか？実に素晴らしい試合内容だったと思います。はい、どうもありがとうございました。残念ですがこの辺でお別れの時間です。実況は私ジョン・カビラがお送りいたしました。解説は中西哲夫さんを迎えてお送りしました。中西さん、どうもありがとうございました。失礼しました。それではサッカーを愛する皆さん、またお会いいたしましょう。